練習とかね、勉強、お茶に関しての勉強を、されてきた人もたくさんいると思いますけれども、その練習のね、成果を十分に発揮して、今日は頑張っていただきたいなと思います。学校の大会でも、大会でも、そして個人でも優秀な成績を収めることを心から記念して、そしてこれを開催していていただける J 杯南の青年部の皆さんに心から感謝をして挨拶いたします。頑張ってください。よーい、決め。正義感。2番のぞみ、まず個人に乗る。優勝したかったので、一生懸命勉強してました。普通煎茶と甘い茶の区別が難しかったです。